わあ、捕まった。これまでの人生でこれが定めだと確信してきたことがある。それはサンの偉大なる戦士として栄光をつかむこと。陛下が殺された時も、都を追われた時も、わあ、その確信は揺るがなかった。絶対絶命。貴様が現れるまでは。フォーカスは貴様がまだ生きている外にあるな。聞いた途端疑いが芽生え始めた。なんで取れそうで取れないところに置いておくんだよ。何を買おうと日は昇り沈むように、私が狙うものは必ず死ぬ。だがしくじった。それはなぜだ。なぜ発掘を邪魔されるたびに、兵を殺されるたびに、なぜって言われてもな、疑いの目が大きくなっていった。貴様の喉にナイフを突き刺した瞬間を思い出す。そのナイフをほんの少しひねっていれば、貴様は死んでいた。そうだと思いますが。殺しは息をすることと同じ。同じじゃない。だがためらって、なぜか定めを全うできなかった。お前のような奴でもまだ良心が残っているとはな。すぐに殺さなかった。顔を太陽に向けるのだと言って、殺人を宗教的な儀式にすればさぞ気が楽だろうな。いいや、貴様を殺すことに疑問の余地はない。しかし貴様の言うこともあながち間違いではない。どっちやね、はっきりしろ。本当のところはっきりしてくれ。貴様を殺すことに価値はなかった。ただの野蛮な女、そう考えていた。じゃあなんで狙ったんだよ。今もなお殺そうとはしたが、できなかった。お前もあれか、この失態があれだな、私の心を惚れたな。絶えず苦しめ。すぐ惚れるからな。貴様をあの地下の施設で、なんかわかんないけど、捕まえた。その時ときめいちゃった。私は感じたのだ。やっぱりここに至るまでの出来事を通じた偉大なる神のご意志をな。運命の人だと。貴様はあそこで生き残る定めだった。そして発掘を邪魔し、我が部下を殺すことも。ということは、ここで貴様を捕らえることも定めだ。まあ後から何とでも言えますよ。そういうのは神への生贄として死ぬことができる。本当かな。全ては必然だったのだ。そのためにわざわざ自分は殺さなかったって言い訳だろ。愚かだな。お前は間違いなく救いようのないバカだってこと。あおれ。定めだとか言ってる。そう。どうせハデスも同じようなことを言ってるんだろう。あいつにバカにされてるんだよ。ハデスは古代の機械なんだ。埋もれし影の神話なんかじゃない。メリディアンなんか気にもしてない。ただ全ての破壊を望んでる。ヘリスの頭映すな。その忠実な計画。汚いな。私は埋もれし影ではなく、日陰の神に仕えている。この分かたれた世界は大義のもとに一つになる。影と太陽、闇と光。どれだけ馬鹿げたことを言っているか分かるか。異常な殺人教の三王に仕えた後に異常な殺人機械に鞍替えとは。その先にあるのは破滅だ。貴様の燃え盛る死体を見ながらその言葉を思い出すとしよう。何、燃やされんの。ちょっと殺し方の趣味悪いな。打ち負かされて理解できないのか。疑いが見える。確固たる信念からこそ飽くなき力が湧き出てくるんだ。ならこの檻を開けてその信仰を試してみろ。その思惑通りに行くかどうか。輪はすでに閉じられた。すべてのものがあるべきところに出してくれねえや。本来の場所にな。どうするの。じゃあ囚われの身となった獣は真の目的を果たす。生贄の獣として。生贄ってことは、戦うってこと。生贄といえばな、言っておくことがある。機械と戦うのかな。テクニクスのネットワークを破壊されて、はい、私は東方に使者を送った。はい、兵を召集し聖なる地への侵略を開始しろとな。全野良族の抹殺を命じた。え、そこで捕らえるつもりが
どうだ、その必要はもうなくなったようだな。ノラは関係ないだろう。ノラ族が一体何をした？放っておけ。そのうちノラ族そのものが消え去る。それは時間の問題だ。いずれにせよ命令の撤回さえもうかなわぬこと。それも貴様がネットワークを破壊したおかげ、遠方との連絡は不可能になったのでな。いや、そもそも止める気ないだろう。お前、破滅をもたらしたのだ。貴様はこの後に及んでも焼けつくような神の意志を感じぬというのか。いや、感じぬっていうか感じられないんだよ。フォーカス、実に強力な装置だろ。しかしこんなにも、ああそれないと何にもできないわ。見ての通り、今度はためらいなど微塵もない。定めがお前に死をもたらすのだと言いつつすぐ殺さないんだな。うわー、やっぱ機械と戦うっぽいな。喜べ、ついに影の日々が終わりを迎え、我らは時期に新しい夜明けを迎え、新たな日がやってくるだろう。そしてその時、偽りの三王の命運は尽き、聖なるメリディアンは我らのものとなるだろう。そのために私は天啓を全うする使いとなったのだ。我らシャドウカーゼは大義のために結束しよう。影から太陽、光から闇、夜から朝へ。さあ見よ。うわー、めっちゃ出てきたコラプター。怖い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 。立ってはならん。その目で太陽のご加護の証をしかと見るのだ。太陽にその存在を受け入れられ、信念を貫いていなければ、影が太陽の光のもと生き抜くこともできなかった。いっぱいいる。何年も前、機械がいっぱいいる。偉大な神を捧げるため天将ジラン様がベヒーモスを飼育し、多くの信仰なき者を殺した。あー、コラプター使って太陽のもとベヒーモスをしているんだ。その力を与えたのは他でもない影だということを忘れる。わー、ここにいる娘はこの砦に忍び込み、我らをたばからんとした。この者を一人目の生贄にせん。ああ、始まったわ。武器ないよ多分。どうしようもなくない？うわ、最悪。参ったね。逃げるってこと？うわぁ、やっべ。逃げるとこない？逃げるとこないですかこれ？なに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 、なんかいた今。こっちに来る。うわぁ、うわぁ、うわぁ、危ない。どっか落ちてないのかな、武器。頼むって。うわぁ、なになになに、柱か、柱だな、柱を狙うんだな。うわぁ、ちょっと体力ない。前に出てはダメ。はい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 、もうわかりました、もうわかりましたよ。この柱で回ってればいいんでしょ。飛んでくるから。柱は脆い。もう一度。当たった。当たった。柱は倒れる。いい、オッケー。もう一歩倒せば上が崩れる。いいよいいよ。落ちるはず。いいね。
あの寺とはひとたまりもない。こっちこっちこっち。突進してくる。崩れた。オッケー。ほら来た。オッケー。余裕。武器が欲しいよ。お、来るか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 。いけー。危ない、危ないよ。今のタイミングで行ったら当たるだろう。武器は？持ってる？おい、うわ最悪。最悪。だからといって戦って勝てるかっていうと別だからな話は。ベヒーモスなんて倒したことないと思うけど。おぶね、ちょっとまずちょっとフォーカスないんだった。フォーカスねえわ。やべえ、どうしよう。ういとりあえず撃ってこ。なんかやばいの出してる、やばいの出してるって。あーちょっとなんか汚れてるおい、まだつくねこいつ。いやちょっと待ってよ、一回体勢を立て直したい。V 破壊から。おほほほ、私のフリーズキャニスター氷の矢なら。うわ最悪、きちいな。おい、いやーきついわ。武器さえあればなんてことはない。マジきちい。かかってこい。うおちょっともう、ちょっと出だしから最悪。まずやっぱり頭の横にあるあの部品、よし、まずね V 破壊から。あーやばい、なんか落ちた、なんか落ちたよ、なんか腹の下の落ちた。危ない、氷の矢って言った。氷の矢ある？ないちょっと装備してないわ。やばいおおそっちじゃない。よしここまで来たらちょっと氷やってみっか。氷、光の残骸を調べよう。部品があるかもしれない。わやべえ、死ぬ。やだ、残り少ない。うわうわやべえ。きつ。装備は取り戻したぞ。武器さえあればなんてことはない。よし、分かってこい。まず凍らせよう。いけるか、凍らせられるか、頼むぞ。
凍るのか、凍るのかな。いやでもメーターは上がってる、メーターは上がってるよ。これ凍ってくれ。よしよし、ここで V 破壊。うわやべ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 、いいよ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 、めちゃくちゃいいよ、今んとこいいよ。うわやばい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 、よしよしよし、うわうわきちい。よし、ひるんでるよ、ひるんでるひるんでる。よし、壊してこう壊してこう。いいよいいよ、まずダメージよりも V 破壊してなんぼ。うわきた、なんかわかんないけど、丸いの取れた、丸いの取れたぞ。フリーズキャニスター、氷の矢なら破壊できる。よし、よし、あとはもうこっちで。やばい、一回凍らせたいな、できれば。うわっ、違う違う違う、これじゃない。これ凍ってくれ、お願い。凍った。よし、いいぞ。今だ。いけ。聞いてるよ。いいね。聞いてる。いけ、よし、やったー、あぶね。うわー、きつ、なんて顔してんだよお前。静かに。すごい顔。いやーでも大変だった、やばいぞ、あの量のコラプター来たら終わりだな。さあ行け。マジかよ、これはさすがにまずいぞ、もう回復できないし、全然。2体殺すのだ。機械を使わず自分でやったらどうだ。煽れ煽れ。
おお、どうした、サスケ、サスケか来た、サイレンスじゃないこれ。サイレンス、あ、知ってんだ。いいよいいよ、これは一回逃げた方がいいんじゃないか。え、これサイレンスがついてきたの、仲間、マジでやるじゃん、やるじゃんサイレンス、ちょっとバカにしてたわ。おお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 危険を犯して、いやもう一生来ないと思ってたわ。ああ、お前が死ねば聖なる山の秘密は海の藻屑となる。正直ちょっと疑ってたもんな。ヘリスフォーカスを壊されたアルファレジスト、いやほんとフォーカスないときついな。モニタリングしてる間にお前がスキャンしたデータは全てコピーしておいた。どういうこと、そんなり新しいフォーカスにデータも移せた。え、新しいのくれんの。お誕生日おめでとうアイザック、パパはお前を心から愛しているよ。そんな音声データあったな。気がしないなサイレンス。でもこれは必要だ。生まれた地に向かい、生まれた理由もわかるか。ああ、生まれた地、私を産み落とした機械を調べる。ああ、なんか言ってたな。それではな。待て、早いな。お、お前もオーバーライド。お前のオーバーライドの仕方を。それそれ。お前がやり方を見つけてからだ。コラプターを破壊して部品を手に入れる必要があった。っていうことは、もともとコラプターを倒せる実力はあったってことだよね。すげえな。あ、でも全部手本にしただって。実際方法はバヌーク族のシャーマンが行う儀式と大して変わらんものだ。まあもちろんもっと高度。ちょっと待って、顎どうしたお前。顎、私のおかげってこと。顎ちょっと機械化してない。あとこれフォーカスをつけていなかった。そう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 、よくわかったね。呆れたものだ。ヘリスがお前を太陽の広場に放り込むことは誰でも予測できた。としてもあのタイミングはわかんないんじゃない。間に合わせるためにストライダーを2機もダメにした。さあ行くんだ。まだ行きません。ヘリスはお前のことを知っていたな。エクリプスに手を貸したって言っていたが、まさか奴を知っていたとは。裏切り者って言ってたよね。ああ、知っていた。ということは、サイレンスはもともとシャドウカージャでも結構偉い人だったんじゃない。余計怪しいな。私は行く。厄介なことに、ため息が多い。ヘリスが野良族の聖地襲撃を命じた。部族は弱り切っている。抵抗もできないだろう。お前も来てくれ。来てくれないんじゃない？俺やっぱり私には他にだいぶ断る。ゴルゴ13みたいなやつだな、お前な。聞いてもしょうがない。秘密なんだろう。めっちゃ光ってんな。時が来れば。頭もなんかさ、線が変入ってるよね。また後で話そう。顎と頭。と機械化されてんのかな。シャドウカージャの領土に戻る時のために素性を隠す鎧を用意した。いろいろ気が回る男だ。鎧。お前のためだ。なんかくれんの？アーロン。アルファレジストリを手に入れた時の私は必要以上に厳しすぎたかもな。きっと山の中で何かではなく誰かがお前を待っていると願うよ。いや別にかっこいいこと言ってないからなお前。うぃー、あ、シャドウの防具、かっこ軽い、を入手だって。じゃあこれ着ていけばいいんだ。なんか必要そうだもんね。なんか浮いてない？これ。何これ？あ、落ちた。何だったんだろう。ちょっとわかんないですけど、今どこにいるんだ？あ、微妙になんか離れたとこにいますね。オッケー、オッケー。
で、次は野良族の村。大いなる母、ここに行くんだ。久しぶりだね。一番最初にコラプター倒したとこだよね。オーケーオーケー。じゃあ今日はねこれぐらいにしておきましょう。次回はね大いなる母に向かうところからメインシナリオを続けてやっていこうかなと今のところは思っております。では次回の動画でお会いいたしましょう。ポミーヒルフィガーでした。したっけ。